ですね、広いキックの方、はい、彼らの、この試合でやっぱりチャンスを作っていくということが、ワードプレートの中にセンターに上げたシュート、いきなりオープニングシュートを決めた17歳のロナウド、ブラジルのクルゼイロ、あっという間に先制点です、1対0。いや、金田さんにお話いただいているときに右サイドフォワードのクレイソンが突破しました。そうでしたね、あっという間です。これがクレイソンです、21歳若いクレイソンから、そして中央のセンターフォワードの17歳ロナウドの左足ですか、左ですね、ゴールキーパー森下、まずゴールを割られてしまいました。あっという間に先制点です。クルゼイロはですね、はい、今まさにブラジルのチーム、クルゼイロは今日帰国するんですけれども、チャンスを迎えました。ロナウドがセンタリングを上げた、1対0とジュビロ磐田をリードしているから返していくために、まあ、相手も非常に個々の個人技も、左からうまいサイドチェンジが入った時にはチャンスになるかなという感じがしますね、はい、今ゴールキープがこれが遠藤です。フォワードだったんですが、オフト監督のアイデアによりまして、ついこの間左サイドバックにコンバートという形で今練習を積んでいます。さあジュビロボールを、さああまり曲げずに蹴ってきました、ファーサイドヘディング中に戻してシュート、左サイドが外れています。思い切ってシュートを打ちました9番、この選手はフォワード、若干17歳ですが、篠さん、この選手今ものすごい評判なんですって、今売り出し中の選手ですよね、将来はペレのような選手になるのではないかと言われています。ワールド人数が絡んでないと通らない、はい、ということですからね、ものすごく運動量が必要なんでしょう、バランスですね、バランス、はい、サポートの角度であるとか質であるとか、そういったものになりますね、はい、さあクレイソン、ロナウドから前のロベルト・ガウシェにボールが出て、今度はジュビロの攻撃です。さあこのボールを奪い返したロナウド、17歳のロナウド、ボールキープ、まだキープしています、強いロナウド、前にボール出した、ゴールキーパー出ました、人数かけると本当にうまいですね、余裕がある守りということになるんでしょうかね、特にボールサイド右左、1点目の右サイドをね破ったプレーなんかは本当に素晴らしかったですね、今日の1点目ですけど、はい、そのプレールイジーニョが縦パス、そしてロナウドを走らせます、ロナウドと吉村、吉村がついていますが、ロナウドかわす、かわす、シュート打つのか、このパスは通りません、まだまだ攻撃が続きます。ドーグラス、7番ドーグラス、そしてロナウドからドーグラス、ワンツー、選手は金田さんだってミッドフィルダーのディフェンシブハーフと言っていいんですか、ゴール決めてるんですよね、はい、あまたロナウド、ロナウドシュート突破、シュートミス、試合がシュート、クリスポルダ、しかしまたシュート決まった、ロナウド今日2点目、2対0クルゼイロがリードしました、前半の30分です。今のプレー、ロナウド・ガウショから中央へ、これもね、そんなミストラップなんですけど、スピードがあるだけにね、置き去りですよね、まあ、結果的にはそのワントラップでチャンスを作ったという形になりましたが、これは森下選手はしょうがないですかね、はい、とにかくクルゼイロがジュビロをこれまでは圧倒し変わってくるでしょう、しかしロナウド、ロナウドです、そして金田さん、はい、まあ、言ってましたけれどもね、やはりね、いいところをやっぱり見せなきゃね、このマンツーまだチャンスです、ヘディングシュート、ロナウドハットトリック、ロナウドハットトリックが決まりました、今度は3点目ヘディングシュート、17歳です、今のプレーご覧いただきましょう、金田さんもなんか声が出ないという感じで今腕を組んでらっしゃいますけれどもね、まあ、確かにセンタリングも良かったんですが、確かにガウシュの、ね、センタリング良かったんですけど、強烈ですね、タイミングといい、もう少しついてたマーカーがね、4番の勝也君だけになんとかしてほしかったなという気がしますけどね、またクルゼイロがチャンスを迎えています、センタリング、クレイソン、ヘディング、さあジュビロです、7番の長澤ボールをスルーしようとしたんでしょうか、取られました、ゼランです、そして縦にロナウド、ロナウド、今日ハットトリックのロナウド、しかしゴールラインを割ってしまいました、ルイジーニョ、ルイジーニョがボールを奪い返しました、さあ縦のパス、そして今度はさあフリーです、ロナウドかわした、1人かわした、そして速い速い、ここからが速い、ロナウドまだかわしている、さあこれは防ぎました、はい、まあさあこれはまたチャンスになるか、ガウショ、そしてまたシュート、これはゴール、しかしなかなか今のもスピードのある攻撃を見せました、ガウショではなくロナウドに打たせました、ですね、見てると
この辺から一気に流れが速くなった分ね、一気に突破されるケースがなくなってきてますよね。そういう意味ではジュビロのディフェンスが昇格、その2年目の J リーグに殴り込みをかけようというジュビロ磐田、プレシーズンマッチです。南米の強豪クルゼイロを迎えています。細かくパスをつなぎます。パスがつながります。これはクルゼイロの方がファウル、いやジュビロにファウルがありました。倒されましたのが今日ハットトリックの若干17歳のロナウド、倒されました。しかしこれ金田さん、やっぱ殻付きなんか見ててもすごいものがありますよね。そうですね、またこれからね、あ、チャンスですね。これ、さあこれはパウロ・ロベルトのセンタリング、さあまだチャンスです。中に入れた、まだチャンス。ロナウド、ソシエロが拾います。ジュビロの選手が1人倒れてます。ロナウドが突進、これはホイッスルが鳴りました。結構面白かったなと思いますよね。はは、まあ、力としてはその去年の J リーグ10チームと比べても、クレイソンから縦、ロナウドです。ロナウド、まだボールは出ていないか、いや、タッチライン終わりました。スローインに変わります。失礼しました、若き17歳ロナウド。まあ、千代さん、本当、はい、この選手はこれから数年後、いや、この時に日本に来て我々見といてよかったというような選手になるかもしれませんね。いや、数年後じゃなくて近い将来じゃないですか。近い将来ですね。限りない才能を持ってますよね。はい、あのアメリカのワールドカップに出てくれば楽しみですよね。はい、そして優秀選手賞ですが、ありがとう。3点のゴールいかがですか。É importante, né? A gente meter 3 gols numa partida. Acho que valoriza muito o jogador. あの、1試合で3点もゴールをするというのは大変なことですから、あの選手としての、あの、こう、実力というか、そういうものも、あの、認めてもらうのにいいチャンスだと思います。日本に来てこのドームの球場で天然の、ハットトリックの